アンダーソン、ウェイクの前では言いたくないが、本当に一人で大丈夫か？原稿が正しいなら調べないと。カルトを見つけるの、誰かが信者なのかも。それにスクラッチ、邪悪なドッペルゲンガー、マジのはずだ。じゃなきゃこいつの分際はゼロだ。彼の分際はともかく、このページも真実だと分かったら事態は進展する。そしたら応援がいらなくなるかもしれない。応援はまだ来ないから気をつけろよ。その間ウェイクとおしゃべりしておく。何か聞けるかもな。いいわ。でもあの塩のことは忘れないで。その話はやめてくれ。物語の私はオータリーのどこかにあるトレーラーの中にいた。聞き込みましょう。センター町長への投票はみんなへの投票です。ウォータリーのために。センター町長は正義のために。Tästä yöstä ei selviä kukaan, synkäs huoneessaan kirjoittaen, on kihoureistaan sinut säkeeseen. Hän peilistä sua tuijottaa, murhan poltesse kruunoa, tuon katseen tunnet et voi unohtaa. Vaikka kasvot piiloutuu veriverhon taa, on yötön yö, se sielun syö, on yötön yö, se sinut syö. Kuin painajainen hän luoksesi saapuu, hänet verhottu on varjojen kaapuun. Monta tarinaa hänest kerrotaan, häntä pakoon et pääse sä milloinkaan. Hän peilistä sua tuijottaa, murhan polte se kruunoi mua. Tuon katseen tunnet et voi unohtaa, vaikka kasvot piiloutuu.
こんにちは。今ちょっといい？ああ、久しぶりだね、アンダーソンさん。トールとオーディンはここにはいないよ。あいつらは古き神々だから、いつも突然いなくなるんだ。ああ、実は別のことを聞きたいの。この辺りのトレーラーの場所を教えてくれる？もちろん。ウォータリーライトハウストレーラーパーク。エルモコスケラがオーナーだ。あいつは町でいろいろ持ってるよ。どこにいるの？イルモとその弟を橋で見かけたよ。あ、いや、橋があったとこでね。家は近く？家はブライトホールズだ。ちょくちょく見かけてただろう。ウラジーミルブルムってんだ。ウラジーミルと呼んでくれ。療養所で働いてる。お年寄りの世話をするんだ。今日は日帰り旅行でな。音楽にサウナ楽しいぞ。俺がバスで送迎するんだ。お年寄りは大切にしないとね。それにいいバスね。それじゃ。調子はどう？セッターがベター。韻を踏んでていいな。セッター町長が当選すれば正義のために立ち上がってくれる。ここは浸水が他よりひどいわ。ウォータリーという名前にぴったり。後でケイシーにこの冗談を言う。なあ、大人になったら何になりたいって聞かれた時は何て答えてた？少なくともこんな仕事じゃないよな。そんなの知らないけど。人間暇だとろくでもないことしかしないわ。俺らのような釣り人にとっちゃありがたい存在だよ。手伝ってくれる？俺の仕事は監督することだ。それと？それだけさ、最高だろ。クソみたいな洪水で困ったもんだ。口が悪いな。時間が過ぎていくのは早いものね。今となっちゃ過去の私の惨めな抜け殻でしかない。年は心の持ちようだって言うけど、私の心になってみなってんだ。今が黄金時代だなんて言うやつは大嘘つきだね。ウォータリーはとても面白いとこね。いや、どうも。なんだとてめ、どこ中だこら！いい魚がいそうね。マグロ、ご期待ください。同じ穴を修理するにも限度があるってもんだ。どうやってロープをほどいたんだ？あんなにしっかり繋いだのに、まるで自分の意思を持っているみたいだ。なぜ俺から逃げたがるんだい、ボートちゃん。俺のことが嫌いか？俺はお前が好きなのに。トレーラーパークよ。イルモ・コスケラ、コールドロン・レイクで会ったあのツアーガイドね。彼を見つけないと。
トレーラーを見つけたいならトレーラーパークを探すべきね。シンプルに行かなくちゃ。もちろん、ウォータリーライトハウストレーラーパーク、イルモコスケラがオーナーだ。あいつは街でいろいろ持ってるよ。イルモコスケラは、母さんの一族はスウェーデンから来たの。きっとこんな風だったのね。いい場所ね。サウナはどう？最高じゃ。凝り固まった関節に湯気が効くのなんの。アーティがショーを終わらせるまで待ってるところだから、ビールでも飲もうかの。サウナはボケ防止にいいらしいわね。ビールもじゃよ。樹木の教団を知ってる？鹿人間の化け物のことかの。知ってるとも。奴らがいるせいで森を散歩できなくなった。そいつらが現れたらどうやって逃げたらいい。腰が悪くて走れないんじゃ。絶対殺されてしまう。杖で戦えるかもしれんが、そうした方がいいと思うか。プロなんじゃろ。サウナに入っていた方がいいと思うわ。サウナで不調が治らないならもうダメだって言うよな。沈黙は金とも言うぞ。最近パットのラジオ聞いたか。あいつだんだんとおかしくなっているような気がするよ。無駄なおしゃべりを聞く気になれんない。ラジオだろうとサウナの中の野郎だろうと。ああ、水辺は気持ちいいな。静かだからな。こっちだ。ねえイルモ、スティーブンとの森の散歩はどうなったの？またお客さんを笑顔にできたよ。後でネットにいいレビューを書いてくれればいいんだが。またウォータリーに来てたんだなサーガ。町中のみんなが待ってたよ。また会えたなサーガ。まるで昔から私を知ってるみたい。最近こんなことばかり。あなたがトレーラーパークのオーナーよね。ちょっと見せてもらっていい？なら、ウォータリーライトハウストレーラーパークのオーナーたるこの俺が助けになるよ。愉快な住民が戻ってくるのは嬉しいね。住民？一体何のこと？そうやって支払いを逃れようってのか？心配すんな、もう肩ついてる。娘と一緒に住んでいた場所に戻るのは辛かっただろう。みんな別の現実の記憶があるみたい。ホラー小説に記憶をめちゃくちゃにされた。コーヒーワールドって？俺たちのコマーシャルを見たことないのか。楽しいアトラクションとうまい食い物のテーマパークだ。前までは本物のヘラジカまでいたんだぞ。
それにコーヒーワールドの隣には俺たちカレバラナイツモーターサイクルクラブがある。今はディアフェスト用の出し物作りで忙しいんだ。だがまだ覗かないでくれよ。ディアフェストでお披露目するやつなんだからな。それであのコマーシャルね。あれはただのコマーシャルじゃないぞ、サーガ。地元の視聴者を楽しませ、俺たちの上質な製品やサービスについて教えるために作ったんだ。ヤッコはカメラの前じゃめちゃくちゃ生き生きするんだぜ。マジで。黙れ。俺はただ酒を飲みに行っただけだ。イルモはなんて言うか知らんがな。俺は脚本家でプロデューサーで出演者兼監督だぞ。どれも見てみるといいさ。楽しめるぞ。樹木の教団は知ってる？ああ、都市伝説と思ってたがな。子供が不気味なマークを書いて遊んだりするが、それが笑い事じゃなくなったってことが？ほんとひでえ事件だ。みんなショックを受けてる。私たちで調べてるとこよ。すぐに日常が戻ればいいんだけど。本当にそうだな。早くここらしい日常が戻ればいい。プロファイリングが鍵ね。物語が周りの現実を変える。それが本当ならどれが現実でどれがフィクションなのか知っておかないと。ならウォータリーライトハウストレーラーパークのオーナーたるこの俺が助けになるよ。愉快な住民が戻ってくるのは嬉しいね。あの子溺れたの？あなたの子が？サーガが覚えてないなんて変ね。教団は都市伝説だとイルモは思っている。本当に？真夜中に何かぶつかるような物音がする。本当だったんだ。全部本当さ。みんなに連絡しろ。部隊を召集だ。ヤッコ、森の影が歩んできてる。彼らは都市伝説だなんて思ってない。危険だと分かってる。イルモは私がここに住んでいたかのような話しぶりだった。本当にそう思っているのかしら。光、笑い声、そして愛が家へと導いてくれる。サーガとその娘、おやおや、住民が幸せなら不動産の価値も上がる。家族は何より大事だ。彼女がいない間はトレーラーの面倒を見てやろう。彼女も俺たちの一員だからな。彼女のスペアキーは大丈夫だ。コスケラ兄弟の記憶では私がここで幸せに暮らしてる。これが二人を蝕む物語に違いないわ。今は話を合わせましょう。トレーラーの鍵が必要だから。家族は何より大事だ。彼女がいない間はトレーラーの面倒を見てやろう。冗談は置いといて、ぜひトレーラーを見てみたいわ。スペアキーはある？ああ、あるぞ。ああ、コーヒーワールドにスペアキーが置いてあるよ。取ってきてやりたいが、俺たちはブライトフォールズに用があってね。スペアキーはギフトショップの金庫にある。電話して誰かに出しておいてもらうよ。おっと、道は水浸しだな。だが俺の後ろにある道をたどればそこへ行けるぜ。サーガを手伝うよう電話してくれ。ああ。出ないか？給料泥棒め。忙しいのか？くそ。とにかく奴らと連絡が取れたら、あのためにブライトフォールズに行かなきゃならねえ。どうな？店は今忙しいんだろ。忙しい時間じゃない。ダラダラしてるんだろ。
洪水のせい。橋を建てる。橋が燃える。これを何度繰り返すんだ。この川は本当に渡る意味があるのか。コスケラ兄弟は私がローガンとトレーラーパークに住んでいたと思っている。物語がみんなの記憶を変えてしまっている。でもなぜ私にはその影響がないの。ああ、コーヒーワールドにスペアキーが置いてあるよ。取ってきてやりたいが、俺たちはブライトフォールズに用があってね。スペアキーはギフトショップの金庫にある。電話して誰かに出しておいてもらうよ。鍵はコーヒーワールドだ。ダイナーのウェイトレスの次はコスケラ兄弟。彼らはローガンと私がここにいたと思ってる。ウェイクはホラー小説が人々をおかしくすると洗脳され、物語を信じることが広まっている。コーヒーワールドがある。川を渡らなきゃ。今のは釣られてしまった。カルトのせい、物語、あるいは両方。同様だ。一体何？チャーム。
長年、少なくとも一世紀以上の間、ウォータリーを支えてきたものは何か。地元の人間はその答えを知っていた。粘り強さだ。フィンランド人の父祖の言葉ではシスという。近頃はシスがそれまでに増して求められていた。町は消えかけていた。製材所の廃業から回復できなかったのだ。今や漁業も干上がっている。多くの人々は仕事を求めて他の町へ移った。残ったのは融通の利かない頑固者だけ。根を張っているのだ。末期患者の体に潜む寄生虫シス。町の復興を試みた者もいる。コスケラ兄弟は冒険的事業で迫り来る闇を撃退した。コーヒーワールドは観光客と金と仕事をもたらした。コーヒーがテーマの全年齢向けのアトラクション、カレバラナイツモーターサイクルクラブはパレードのフロートを作った。バイカーたちは乗り物を修理し、地元でボランティア活動を行った。しかしそれでは足りなかった。ウォータリーは奇跡を必要としていた。行き止まりは視界に入っていた。そしてそれは素早く近づいてきていた。またあのカルトの箱だ。ケイシーが森を嫌う理由をサーガは分かり始めていた。圧迫感があり、隠れられる場所が多すぎる。アミューズメントパークから聞こえるカーニバル音楽も楽にしてくれなかった。ローガンとのウォータリーでの生活に関するコスケラ兄弟の話に不安になった。ホラー小説が彼女を巻き込むのはいいが、娘まではやりすぎだ。何かが前方の道でさっと動いた。早すぎて見えなかった。サーガは武器を出した。目で森の中を探す。頭上で物音。サーガは急いでそちらを向いた。地元の人間が頭上の足場に立っていた。いや、人間ではない。両手に斧を持った怪物だ。それは彼女に向かって叫んだ。狩りの季節は不況だった。またカルトの物資。ご立派。ロツク。
った。どうか拍手を。それは重大発表ですね、ジムさん。メモはどこに行ったかな。質問したいことがあったんです。真に問うべきはこの町の現状だ。かつてのブライトホールズは美しい景色や鳥を見ようと訪れる観光客で賑わっていた。だが今の町の評判はどうだ。呪われたブライトフォールズだろ、不気味なブライトフォールズだろ、世界中の笑い者だ。そして FBI の捜査まで行われてる。今こそそんな評判を覆せる情緒が必要なんだ。そしてその役目を果たせるのは私だけだと断言できる。私はフィオレオの舞台で演じ、コーヒーワールド誌で絶賛を浴びた。いいか、セッター長長は無能だ。そうとしか言えない。当たり前さ。ジムさん、これはそういう番組ではないので。ああ、メモがありました。私からも質問させてください。最初の質問です。おいしいビーフジャーキーを作る秘訣は何でしょうか。これはデイビスファミリービーフジャーキーへの質問だったようです。ジャーキーなんてどうでもいい。我々の未来がかかってるんだ。ペットの命が奪われている今こそ変革の時だ。ジム・フィーが俺を上長に。それが今日のメッセージだ。他にも今日の番組はここまでだ。ここにも動揺が。よし、やった。このチャームはつけることができる。またランチボックスに。別のランチボックスが。
スクラッチが森を歩き回った。夜の恐ろしい闇の存在は見えなくとも強烈に感じられた。頭の中で闇が湧き立った。瓶に詰め込まれた嵐のように。森は彼が連れてきたもので溢れていた。彼に指示されて共にやってきた者たち。闇の軍勢。彼のただ一つの目的は頭の中で鋭く脈打つ黒い穴。そこから波が轟き、手下を狂乱の渦へと巻き込み、その目的で満たす。クリッカー、彼は物語の恐ろしい結末を実現させようとしていた。アートはある。クリッカーはそれを最後のスレッショルドの向こうに推し進めるだろう。現実を覆い尽くす潮流を送り出す起爆装置。彼は支配された者は泣き叫び、見えない鎖につながれていた。そして暴力のみを求めていた。スクラッチは彼らを放った。彼らは歓喜して夜へと飛び出していった。彼は地面から看板を引き抜くと軽々と振り回した。まずは音楽が始まり、彼に呼びかけた。最後のディアフェストを始めよう。いない。彼らは脱出したの？それとも捕まった？それともあいつらの仲間になってしまった？トレーラーパークの鍵を回収しなきゃ。鍵はギフトショップの金庫の中。鍵がかかってるわ。こじ開けるためのものが必要ね。メンテナンス用のリスト。うん、ドライバーね。コーヒーワールド、世界で一番カフェインが強い場所。鍵探しを手伝ってくれる人はまだいない。ドライバーを使ってギフトショップに侵入するのは FBI の正式なやり方じゃないけど。癖がすごいわ。
またカルトの箱。クソが出口を求めて腹の中でぐるぐるしてる。藤原先輩、落ち着いてくださいよ。一体どういうゲームか全然わからん。すぐ落ち着くのよ。ただのコーヒーポットじゃない。これでギフトショップに入れるかしら。
さて、金庫はどこ？すみません、ブライトホールズブレンドは切らしてるの。アンナは謝った。裏から持ってきて用意するわ。待つ間にパーコレーターに乗ったらとアンナは提案した。エスプレッソエクスプレスのところのイルモを通り過ぎた。アンナ、コーヒーワールドは笑顔が全てさ。アンナは微笑んだ。顔が痛くなるまで。アンナは歩みを止めた。気づくとフオタリの井戸のそばにいた。ぼーっとしていたに違いないと彼女は思った。その場から離れようとしたが、井戸の中の何かが彼女の視線を捉えた。闇の中で影が形を変えた。アンナはめまいに襲われた。世界は傾き、彼女は下へ下へと縦穴の中を落ちていった。闇が開いて彼女を飲み込んだ。鍵がかかってるわ。イルムなら何をコードにするかしら。金庫を開けないと。暗証番号は？イルム、誰もパズルなんてしたくない。普通に鍵を使え。いや、パズルは評判がいいぞ。頭の切れるやつだけがいいパズルを作れる。あたりを探れば答えは見つかる。熱心なやつほど報われるんだ。ギフトショップに金庫を開く答えが。あたりを探れば答えは見つかる。コーヒーワールドのスタッフがみんな怪物になってなきゃいいけど。写真にステッカーが。イルモはきっと数独が好きなタイプなはず。私のトレーラーの鍵ね。さあ、クリッカーとカルトを見つけなきゃ。
向こうから鍵がかかってる。あなたの疑問にセッター町長が答える。アレックス・ケイシーのランチボックスね。あのページによると、ここで信者と遭遇する。気をつけるのよ。セッター町長は厳しい質問にもひるまない。